江ノ電バス。江ノ電バスは、江ノ島電鉄株式会社のバス事業のブランド名、及び1998年から2008年まで存在した江ノ島電鉄のバス事業の委託、移管を受けてきたバス事業者の名称。2009年時点、江ノ島電鉄本社自動車部で事務業務を行い、運行業務を江ノ電バス藤沢及び江ノ電バス横浜が行っている。両社とも小田急電鉄の連結子会社である。現在は江ノ島電鉄の後継会社である株式会社江ノ電バス藤沢及び分離子会社の株式会社江ノ電バス横浜が路線バス、貸切バス、特定バス運行を行っている。路線バスは鎌倉市、藤沢市南部と横浜市戸塚区、港南区、栄区、磯子区を中心に路線網を展開し、横浜駅まで到達する路線もある。もともとは、江ノ島電鉄がバス事業を直営していたが、1998年に江ノ電バス株式会社を設立し、一部路線の移管と管理の受委託を進めてきた。2007年に江ノ電バス横浜を設立し、江ノ島電鉄が直営していた横浜営業所と鎌倉営業所の一部を移管させ、バス事業の分社化を完了した。江ノ電バスも江ノ電バス藤沢に改称し、旧鎌倉営業所の一部路線とともに管理の受託を受け、江ノ島電鉄による直営は終了した。株式会社江ノ電バス藤沢は、江ノ島電鉄より譲渡された旧藤沢営業所管轄と旧手広営業所管轄及び鎌倉後半線の一般路線の運行と、京都、大阪、金沢、田沢湖、角館方面の夜行高速バスの業、公共施設や一般の貸し切り運行も行っている。車両後部裾部には、江ノ電バス藤沢と表記されている。社員の制服は灰色。なお、制帽に紫のラインが入ったものを着用しているのは、初任運転士を指導教育する指導運転士。非運転職は、ダブルの制服で袖裾に、階級ラインが入る。株式会社、江ノ電バス横浜は、旧鎌倉営業所と、旧横浜営業所の管轄エリアを担っている。車両後部裾部には、江ノ電バス横浜と表記あり、社員は、江ノ島電鉄からの出向という形の運転士が、ほとんどを占める、一部プロパー社員あり、江ノ島電鉄、鉄道員の旧制服と同じで青色。ただし、制帽は、小型で、メッシュ地の独特なものを通年着用している。指導運転士は名札に記載されるだけで、制服等に違いはない。非運転職、運行管理者等は、袖裾に階級ラインが入る。主なターミナル駅、辻堂駅、藤沢駅、大船駅、戸塚駅、鎌倉駅、上大岡駅、横浜駅。各路線詳細については、江ノ電バス藤沢。湘南営業所、江ノ電バス横浜、鎌倉営業所、江ノ電バス横浜、横浜営業所を参照。高速バス路線はすべて江ノ電バス藤沢によって運営されている。運行経路、一般路線用、高速観光バス用ともに日産ディーゼル、現、ドトラックス製と三菱ふそう製が大部分を占める。いすゞ自動車製は数台が導入されている程度。1950年代後半から1960年代前半にかけては日産自動車製やトヨタ自動車製の導入も見られた。過去に藤沢営業所で高根線、藤沢駅高根ほぼ専用のナロー型ツーマン車はいすゞ BA10N、車番 15.116 であったが、1980年12月9日の116号車を機会に、際しては日産ディーゼル KRM80E が導入された。いすゞ社の在籍は1983年7月11日、書類上は7月13日に、最後の中扉ツーマン車である A10、1971年式車番117の廃車で一旦途絶えたが、その後1988年8月30日には、前述の高根専用。日産ディーゼル KRM80E の代替として、PLR312 回を導入。続いて1991年2月22日からは、大型車 ULV324 級の導入があり復活した。日野自動車製はミニバス路線用のポンチョリエッセ、定期観光バス用の日野リエッセ E、鎌倉市のパーク&ライド用のレインボー HR の7メートル車など、長らく小型車のみであったが、2014年に初の大型路線車として、ブルーリボン2が導入された。また2016年2017年に大型路線車にブルーリボン2台目が導入された。戦後のバス事業再開時は様々なメーカーの車両が採用されていたが、1950年代中頃に民生デーゼルの RR バス、BR 系、RF 系を性能的に高く評価し、また納期の確実性などから日産ディーゼル車の比重が高くなり、1970年代までに、藤沢、横浜両営業所には、日産車、日産ディーゼル車、鎌倉営業所、後の浦八幡車庫、大船営業所、現鎌倉営業所には三菱ふそう車が集中配備。少数派のいすゞ車は1970から1980年代は、藤沢営業所に集中される図式が成立した。1970年代以前から集中配備の傾向は強かったが、例外も多数あり各営業所に複数メーカー車が混在していた。しかし1975年10月16日に大規模な配点を実施した結果、同一営業所、鎌倉営業所横浜支所は本所と別個とみなすには同一メーカー車でほぼ統一された。1976年7月には例外的に当時長尺路線車の配置がなかった鎌倉営業所本所に日産ディーゼル U2N が7台申請配備されたが、翌1977年9月にはふそう MP117N の申請配備を受けて全車横浜支所に転属している。また、これ以前は転属を頻繁に実施しており、顕著な例では在籍期間中に5回転属し、藤沢、鎌倉、大船、横浜の各営業所を数年おきに渡り歩いた車両が1963年式、ふそう MR470 の中に2台存在したが、以後はあまり実施されなくなった。ただし、これ以後も各営業所の車両需給と使用年数均衡化の関係から、廃車時期まで1から2年と迫った経年車を、転属させる措置は時折実施されており、所属車両の中に他メーカー車が1から2台混在する事象はたびたび発生している。また、特徴的な車両を積極的に導入することでも知られている。古くは南関東では珍しくキャブオーバー車を愛用した事業者で、1965年4月4日まで在籍していた。最多時で、日産再生車 C 車、ガソリンエンジンが28台、いすゞ BX91 の車体の世界車が4台、在籍した。その風貌から、だるまさんと呼ばれて親しまれ、特に前車は、小だるま、後車は、大だるまと呼ばれた。その反面、ボンネット車の導入は、比較的少数で、1963年3月29日に、最後の1台、いすゞ BX951950 年式車番139後述の車体の世界皿車が廃車となり消滅している。また、1958年7月23日には、エアサスの貸し切り車、民生デーゼル RF91 を神奈川県内のバス事業者としては最初に導入した。その後は1970年3月31日に、日産ディーゼル初の4サイクルエンジン車 PR95 の市販1号車を購入している。装備品の特徴としては、左ウィンカー点滅時に連動して鳴る警報装置、キンコン鳴るや、交代の際に後方への注意促進のため車体後部に取り付けられたバックホーンが挙げられる。なお、これらの左折警報装置やバックホーンは2003年以降、羽田空港専用の車両を除き、省略されている。車体は長らく、富士重工製で、ほぼ統一しており、1994年まで、鎌倉営業所配置の三菱ふそう車も富士重工で、仮装していたのが大きな特徴である。ただし、戦後初期のいすゞ BX91 は、帝国車体 BX95 は、川崎車体、フソ B23 は、東急車両及び、目黒車体、1956年製の民生、RS80 は新日国車体、1959年製のトヨタ DR10 は新三菱車体、1961年製の小型貸切車三菱 B10、ローザは三菱車体、1969年製の中型貸切車フソ MR620 はクレハ車体、1977年から1981年にかけて導入された神奈川中央交通からの譲り受け車、後述フソ MR410 は、歯車からだ、1983年製の小型貸切車三菱系 BK215 回、ローザは、中京車体、1986年製の中型貸切車フソ PMK515J は、クレハ車体であり、PMK515J の廃車は1995年12月である。一方、1995年3月には、三菱バス製造車体の UMP218P が購入されているので、所有車両が 100% 富士重工車体となった期間は全く存在しない。鎌倉営業所は JR 戸塚駅前発着に高台にある団地路線が多いことから比較的乗客が多く、全長11メートル超の長尺仕様で、三菱フソのシャーシ富士重工の車体という、極めて珍しい組み合わせの車両を保有していた。すでに全車廃車。また、近年では、鎌倉営業所管内にある大学の学生輸送などの関係から2007年には、改造仕様の4枚、折と長尺ワンステップ車のアロスターが導入され、長尺車が復活したほか、三菱フソ、エアロスター S の標準弱、長尺ノンステップバスも、相次いで導入されている。それとは逆に、藤沢地区は平坦な地形ゆえに自転車の普及率が高く、加えて鎌倉、江ノ島といった観光地を有するも、道路事情が悪く渋滞が激しいことから、近年の乗客減少が著しい。そのため、2000年から9メートル大型路線車として、全国的に珍しい日産ディーゼル RP が導入されている。100周年記念塗装車が各営業所に数台在籍している。114号、いすゞと200号、日ではメーカーのサンプルカーであるため、座席形状など他車とは仕様が異なる。小型車は前述の通り日産ディーゼル製の車両もあるが、日野自動車製の割合が高く、近年は車両代替により日野、ポンチョが増備されている。一部を除き、小回りくんの愛称が付けられている。2012年9月現在在籍している156号車、日産ディーゼルは、富士重工が最後に製作した 17E ボディ車であり、2003年3月末の納入、富士重工製造の路線バスとして最終製造車とされている。高速路線、貸切観光、定期観光用は、日産ディーゼル製と、三菱フソ製が導入されている。特定車は、学校送迎用のいすゞエルガや2代目ガーラミを、鎌倉プリンスホテル送迎用の日産、シビリアンなどが所属している。2003年以降の車両は、小田急グループマテリアルズ仕様で導入されている。これは、小田急グループ全体で一括発注することにより、コストを抑えながら短期間で大量の更新が可能になっている。このため、ドア配置や内装などは、小田急グループのバス事業者共通の仕様になっている。2007年3月より、全車にドライブレコーダーを設置し、2012年には、全車両を対象に緊急地震速報受信ラジオが設置され、受信すると、ラジオ放送が車内に流れるようにする、車体にその旨を示すスッカーが貼り付けされているなど、安全の確保にも努めている。江ノ電バスは、基本的には、車両寿命まで長期にわたって、使い続ける傾向があり、他社への移籍は、比較的少数であったが、近年は排ガス規制により、使用年数が短くなったため他社へ移籍する例が見られるようになった。また、他社の中古車は、1949年のバス、事業再開時に、各方面から寄せ集めてきた、事例、戦前製のダチブラザース、シボレー、フォード等の外車も在籍した以外に、1972年8月に、小田急電鉄からフソ B905N、観光タイプを6台購入したことがあるほか、1977年6月8日から1981年12月23日にかけて、老朽車更新のため、神奈川中央交通からの移籍車を大量に購入したがある。内訳は、日産ディーゼル 4R9413 台、日産ディーゼル 4R9512 台、フソ MR410、クレハ車体20台である。これは1964年から1966年頃にかけて、当社初のワンマン車として、大量導入した日産イーゼル 4R93.4R94、フソ MR490 の廃車時期が一斉に訪れたため、新車購入だけでは賄いきれなくなった結果であるが、1982年以降、中古車は導入されていない。また、かつては車両の改造を比較的頻繁に実施していた。最も大規模な改造としては、在籍期間途中での車体の世界があり、1948から1949年式、イスズ BX914 台に対して1956年に、ボンネット型からヤブオーバー型か、1950年式、イスズ BX951 台に対して1957年に、ボンネット型のままの世界が、いずれも富士重工で施行された。次に、規模の大きい改造例としては、中扉折戸ツーマン車に対する前扉増設、中扉引き戸下のワンマン化改造がある。この改造は1964年3月のワンマン車初導入1年前に購入された1963年3月から4月申請の一部に対して実施され、日産ディーゼル 4R103-4 台に対して1970年1月に、フソ MR473 台に対して1970年10から11月に施行された。座席配置や種類の変更改造は最も実施例が多く、改造年代の古い順に列挙すると、1954年9月の東京線開業に備えて、1951年式、民生キロバイト3バイト3台に対して、同年に中扉3方シートから前扉ロマンスシートか、この改造の見扉位置の変更を伴う。1967年4月の冷房付きリクライニングシート貸し切り車、日産ディーゼル 5RA110 初導入を受けて、既存の貸し切り車1965年式日産ディーゼル、4RA931 台1966年式日産ディーゼル 4RA942 台に対して同年6月にリクライニングシートか東京線や定期遊覧での使用を考慮して1963年式日産ディーゼル 4R133 台に対して1969から1970年に3前向き混合シートからロマンスシートか改造時期不明ながら貸し切り兼用車として補助席付けで導入された1971年式日産ディーゼル PR953 台1971年式フソ MR412 台に対して補助席撤去。味方前向き混合シートで申請された1970年から1973年購入の路線車は基本的にこの座席配置だった1972年式日産ディーゼル PR954 台1973年式日産ディーゼル U20H4 台1973年式フソ R412 台に対して1980から1981年に前向きシート化の例がある。非冷房車に対する冷房取り付け改造は例が少なく、1980年12月10日に大型路線車最後の非冷房車として導入された日産ディーゼル KU31N1 台、フソ KMP118N1 台に対して1983年7月11日竣工で施行されたのみである。なお、前述の神奈川中央交通からの譲り受け車のうち、1978年11から12月に、購入された日産ディーゼル 4R945 台、フソ MR413 台以外の37台については、カンナ中の独自仕様である後ヒンジ式前扉から通常の前ヒンジ式に改造の上で導入している。カラーリングは路線車がオレンジとクリーム、貸切車は古くは路線車と同色、1967年式車からは朱色とアイボリー、現在は小田急グループ共通色を採用している。高速バスでは日産ディーゼル製の新車から上がダークグリーンメタリック、白線を介して下がレモンイエローに改められた。また、路線車のうち2002年から2006年にかけて導入された車両の一部は江ノ電開業100周年記念塗装で、やや黄色味のオレンジ色に屋根部を濃い茶色としており、江ノ電の黒文字が入る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。